さあ始まりますかね。きた。始まった。結局ソニーなんですね。あ、どうもママです。いつも言われてる通りだね。このディズニー感、子供向けの、あ、残念、教育的じゃありません。もっと平和的な内容のはずだよね。かわいそうに。え、女だって言ってるじゃないですか。熊のプーさんメタファーかな。パンツはなし。ウサギかわいいね。テイストがファンキーだな。あの売り文句がさ、ラップ好きじゃない、このウサギ。大人向けの作品なイメージなんですよ。でも CM とかのテイストって子供向けな感じするよね。実写すごいな。すげえ、全部 CG か。全部ではないか。ウサギはドレッシングかけるな。大体生じゃんね。好きなように呼びたいように呼ぶがよい。質感。
なんだろう、こんな感じだったんだね。わなわなわな。あ、マコいらっしゃい。頭良すぎだろう。罠にかかって、ああ見えてる見えてる。やるのか、やるのか。ノーノーノー。引っかかった。セーフ。すごい引け。ウィンクできないんだ。結局取るの失敗じゃんね。優しい。抽象画ですね。認知ボテル、あ、そうなの。え、うまっ。食糧難ととある国はウサギの飼育推奨らしいよ。非常食としてか。でもウサギってまあパッパ増えるからね。あ、どうもこんばんは。このアニメの路線かと思いきやそうじゃなかった。キャロット、それ人参。パイになっちゃった。ウサギは美味しいんだろうか。
今日は初見だよって。あ、そうなの。いまいち話題になったイメージがないんですよね、これ。見せしめ。うまっ。あ、捕まった。ウサギ界の間では話題になった気がする。飼ってる人向け？あ、あ、目刺した。キュピちゃん、はーい。ウサギ好きには人気の映画だよって。あ、そうなの。でも別にこれ飼いウサギじゃないよね。ノラでしょ。節制か。ウサギ好きだよ。猫も好きだけど。昔ウサギ飼ってたしね。あ、ウサギの良さは知ってる。汚いところも知ってる。人で78年生きた方だね。まあまあまあ長生きしましたね。キャラクター好き。人参食べると目が良くなるんだよ。健康にいいから人参は好きだね。人参か。管理する人いないとね。ね。飼われてんのかな。じゃがいも苦手なんですよ。カレー食べれないじゃん。じゃがバターは？ポテトグラタンは？肉じゃがは？じゃあ肉じゃがを作っても食べれないな。じゃがいも苦手ってあるんだ。主食よ。
フライドポテトは？マック行ったら頼むでしょ。おまけ。残念なニュースだ。あ、びっくりした。こりゃ昇進できねえな。あ、血縁関係。これ子供に見せられなくない？ローズだ。おじの話だよ。あーあーああうん。あれが昇進か。ぶち切れちゃった。首だ。悲しい。はしゃぎすぎでは。家がぐっちゃぐちゃだ。あ、すごい。楽器弾けるんだ。弾いてるふりだ。
て細かいギャグなんだ。また来るの見た、鍵3つもあった。苦手なもの、苦手なもの、苦手なものか、なんだろう。卵料理って苦手なんですよ。だって卵さんがかわいそうじゃないですか。ひよこさんがかわいそうだから卵料理って苦手なんですよね。今日の朝飯ゆで卵だった。無精卵でも？わあ、難しいこと言うね。難しいこと言うね。無精卵か。ひよこがかわいそうって論だと無精卵の場合は当てはまらないから食べてもいいってことになるのか。考えたこともなかった。いける。ここで鉢合わせするわけだ。動物のお肉ってやっぱかわいそうで食べれないんですよね。ファミレス行ったら頼むものはいつもハンバーグ。やはり子供向けでいいんだろうか。あー、これは。この男、綺麗好きな感じがする。あ、これは悲鳴あげるよ。あ、固まってる。CM だ。好きな食べ物は何だろう。スクランブルエッグとメンチカツ。トイレの水を飲むワーカーホリックは本当に優秀なんでしょうかねって。働き者に見えないんですよね。ワーカーホリックか。ワーカーホリック。
とは仕事中毒。仕事中毒、出世したいだけとは違うのかな。あそこまで出世したいってなってしまうんだろうかね。イギリスがエコひいきの国とは思わなかった。動物どうするんだろう、追い出すのかな。周りに森があるからね、逃げられちゃうよね。貴族いるし、コネもふんだんにあるんじゃないって。コネか、まあまさにコネでしたもんね。やだな、いっぱい頑張ってるのに血縁関係だけが出世していくのやだな。あれは発狂してもしょうがないと思うんだ。ちょっとね、ちょっと病的なとこあるけどね。ワクチン打ちましたかって、まだ打ってない。まだ16だからね、まだ来ないよ。アベシヒレブニワトリってあんなうっさいこと言ってんだね。聞いたことある声だったな。あ、やっぱ綺麗好きだったが。ひどい、ひどい。マッパだ。ひどい。普通とは。ねえ、もともとマッパですけどね。まあね。僕夏知ってますかって、ふふ、遊んでよ。ワンとツーはもう遊んでるよ。キョンピチャンネル僕夏で検索すると再生リスト出てくるよ。次やるのは4だよ。口悪っ。独身術。
例えば、家庭菜園荒らされるのはどうしたらいいんだろうね。バニー、双眼鏡、野菜寝たい。むちゃくちゃ言ってるよね、やっぱりね。いや、ウサギに庭荒らされてもいいって話になっちゃうもんね。荒らしたら害獣ですよ。白菜、ネギ苦手なんですよって。君が食べれる野菜は何だい ?78 歳でああなるぞ。暴力的だ。若いからね。ハマってる。
はい、痛い。決まってしまった。ズタ袋に入れて水に流すのかな。なあ、しむ。ふう。好きなポップコーンの味はやっぱキャラメルコーンだね。でもポップコーンに限らなかったらチョコレートが好きだよ。チョコレート10枚食べようとしてぶっ倒れたことある。1日に、いや6時間で。1週間地獄だった。それはもう血糖値が上がって。チョコ味のポップコーン美味しいよ。いいね。食べたことないかも。ポップコーンはカレーと塩とキャラメルしかないかも。ディズニーランドでね、あるけどね、ポップコーンの別の味。ディズニーにあるって。あー、やっぱディズニーか。蜂の中にいたら救われたねって。見せ場だったね。来週見るか迷ってんな。どうしよっかな。見るかな、見ないかな。チョコ食べすぎたら鼻血出るって本当？それそれこそ母親が子供にあんまりチョコレート食べさせないためにつく嘘って言われてるよね。血は出なかったなぁ。でも体温は上がった。体めっちゃ熱かった。5枚目ぐらいから鼻じゃ出ない。ディズニーだったらブルーベリー味のポップコーン美味しいよって。へえ、甘いの酸っぱいの。チョコレートにマヨかけた人はね、キョンチャーが最初で最後だったな。二度としないと思う。味の変化が欲しかったんだよ。鼻にツーンとくることない？チョコレート？なかったかな。熱くてしょうがなかった。現代人はチョコレートに耐性があるけど、昔の人はチョコレートをちょっと食べただけでもう体がほてっちゃうぐらいみたいですよ。惚れ薬としてチョコレートが使われたぐらいですよ。始まった。薬屋の独り言で見た。だからバレンタインチョコをあげる。なるほど。惚れ薬か。好きな人に惚れ薬渡すって露骨だね。でも好きな人にチョコ渡すってことも露骨か。チョコ爆食いって正直効果あると思う。
だけど本当に仮病じゃなくなるよ。痛い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 。変な形になってる。長靴。あ、双眼鏡？あ、双眼鏡っていくらするんだ？あれ高いよね。アマゾンで調べてみました。2000円、4000円、3000円、ピンキリ。万華鏡安いよ。ま、万華鏡と双眼鏡は違うでしょ。遠く見るものじゃないよ、万華鏡は。マジ？何が肋骨だ？
またあ、いや、子供向けなのかな、これ子供向けには見れない、見えないぞどこ向けなんだろう。ダイナマイトって買えるんだ、その辺のお店で。コメリで見たことないぞ。入浴剤何使うの？バブ。オレンジの香り、もしくは草津の湯。でもあれ高いからお父さんが怒る。よっぽどの時以外使うなって言うけど、よっぽどの時がなくてもう何年も経ってる。ダークなジョークがお得意だからね。なるほど。昔一回だけアワーのやつ使ったことある。本当に感動した。アワアワのやつ、これいくらしたのって聞いたら1000円とか2000円とかって聞いて、もうそれ以来だな。それ以来使ってないな。泡風呂ってロマンだよね。昔好きだ。なかなかあれできなくない？高いよね。最高のヒーリングだと思う。よっぽどってなんだろうね。誕生日とか、結婚記念日とか。でも親が結婚記念日祝ってるの見たことないな。泡風呂壊れますよ。しない？最近ブームとは聞かないけどね。海外の映画でよくある泡風呂に憧れるのよ。バスボムもらったけど、彼氏できたら一緒に入ろって思って3年経ちました。はい。察し。憧れたことあるよねって。今憧れてないの？コメディ映画によくあるよね、泡風呂。ホームアローンとかボディーソープで泡風呂作れるらしいよ。そういうのじゃないの。そういうのではない。違う。もうちゃんとした入浴剤としてやってほしい。なんかそばかすの姫の CM よく見るけど、なんか不安になってきた。なんか CM 広告いっぱい打ってる映画って、なんかあれがあれなイメージある。大丈夫かな？広告にかけすぎて、内容が荒れないイメージ。す。間に合った。ルカよかったよ。あ、見たんだ。マスクの映画とかさーって。あれ泡風呂あったっけ。マコいらっしゃい。風呂にシャンプー入れてお湯入れればいいじゃん。悩むのよ。シャンプー代もったいないかなって。それ一回やろうとして怒られたことがあるから。でもちょっとね、あれなら安上がりだよね。
抽象画。アレルギー？フォロー入った。何のお手紙だろう。合ってるじゃん。崇拝してるのか。さっきやってたって。あ、やってた。やってたね。シャンプーじゃなくてキキュットを使おう。泡立ちすごいな。食器用洗剤か。こんな芝生の上で自転車漕いだらそりゃそうなるよ。立ち木のポーズ。おもちゃ屋さんどこ行ったんだろうね。言葉作り遊びゲーム。ガガンボって知ってる？知らない。カノおばさんなら知ってる。やりがい。あ、本当に存在する。些細な嘘。TARADIDDLE。ウィフィットでヨガあったね。あった。
男のジェラシーはみっともないぜ。顔引きつってる。やばい、ここで暴れちゃダメだ。やばい、やばい、やばい。すれ違った。あの鶏キャラ濃すぎじゃないか。嘘だろ。あー、修行を始めてる。毎朝そう言ってんだ。うるせえ。ここは日本語なのねって。本当だ。あ、復讐が始まってる。お尻痛い。
ホームアローンかな。見て、あれがチャンネル争奪戦で分け続けてる女よ。これ一緒に見ないの？お子ちゃん向けだよ。DIY。 あ、ついにキョンピちゃんって言わなくなったな。こっち放送見ながら聞きながら見るって。オッケー。ピーナッツバターそんなに美味しいんだ。どっちを応援したらいいかわかんないぞ。あ、下壊れてる。3回目お約束。そっちも。また目を触るぞ。完全な気絶だ。もうブチ切れだ。
うわこのタイミング、電気配線理解する野生生物敵に回したくないな。しかもチームプレイもできるし、泥沼の、これ子供向けなんですかねって、非常に見にくい。最近リモコン爆弾の話があったことを思い出したよ。子供が真似したら困る向け、子供というよりももうその辺にしとけって言いたくなるやつ。深いって生物分類超えても醜悪だよね。見にくいな、見にくい。動物いじめることが子供向けなのかなってね。え、ほんとね、途中から来たから話わかんないです。よし、わかった、ググれ。映画はね、映画は頭から見るもんだから、途中から見ちゃった時は今のその気持ちをこう持ちながらもう一回頭から見よう。やらんぞ、ここまでのあらすじやらんぞ。今北産業、監督は一シーン一シーンに自分の気持ちを込めてるから、解説なんて逆におこがましいな。ダイナマイトか、あ、生まれてる。
似てる。記憶を消して初見で見たいよねって。あ、見たいものいっぱいあるよね。あー、そうね、一回きりだもんな初見って。見えないのか。硬くて痛いんだ。美味しくないの？アレルギー。危ない。エピペン。切れちゃった。大音量で音楽を聴いている。気がつかない。なんだって。多産あるある。
すっごいフォローした。血は争えないな。オンボタン押しちゃった。わあ、どっちが言ってることも本当だ。今そこ。服着てる。この人が一番信用できない。魔性の女現るか。難しいとこだね。